PS250 で俺な。大先生、ユダダカが大関頼むって冗談じゃない。冗談じゃない。もう、多分関わることはないと思いますよ、もはや。うん。はい。だいぶ味噌扱いしたけど、もう関わることはないと思います、僕は多分。わかる？ 100 が0になるような感じ。もう全く興味がなくなっちゃったんで。興味もないっていうか、うん。そうなんだよ、マスティ。いいこと言うね。そういうこと。要は、例えば恋愛もそうなんだけど、100が0になるともう嫌なとこしか拾わなくなっちゃうから。今そういうフェーズ、そういう段階に来てます。はい、あ。その恋愛講座なんだよ。だから先生言ったじゃん。ね。最初はね、まあまあ可愛いな。可愛いな。ゆたかちゃんだからいいね。ゆたかちゃんだからいいね。うん。それがね、多分ね、こう積もり積もって積もって積もって、ドーンってなった時に、ゼロなんだよ。100だったものが、100から溢れそうになってたのが、ドーンって一気にゼロになってるんだよ、そういうのって。そういうのって90、80、70って段階踏まないの。一気にゼロになっちゃう。そうするとゼロの視野っていうのは、プラスがないから。ゼロの視野っていうのはもう水平線なだけだから。プラスがないのよ。っていうことは水平線もしくは坂道になる。っていうことは、悪いことしか拾わないフェーズに行っちゃったよっていう。それだけ。だから、もう、なんだ？なんて言うんだろう。考えたくもないね。うん。そんな感じ。マイナス100度 OK。そう、そんな感じになっちゃいました。うん。だって俺、皆さんにも言われたのよ。そろそろ豊ちゃん、なんとかね、そろそろって。優しすぎるよ、優しすぎるよって言われてましたけど。言われてましたけど。うん。それでも僕は、いやいや、豊ちゃんは味噌だからね、豊ちゃんは味噌だからねって言ってた自分がね、いたわけですよ。うん。でもそれが、ゼロになったっていうだけです。うん。そうですね。まあ、皆さんから言わせれば、当然だと思いますけど、僕から言わせると、もう、知らねって感じ。いいと思うよ、こんにちは。ひろばんさん、お疲れ様です。こんにちは。っていう感じかな。はい。次は、ワンハンドのフルスタック。